ベンジルペニシリンは最も質の高いペニシリンの一種である。一般的にはペニシリン G として知られている。ペニシリン G は胃の塩酸に対して不安定であるため通常非傾向経路で投与される。非傾向で投与されるためフェノキシメチルペニシリンよりも高い組織内濃度を達成可能である。ベンジルペニシリンの適用は以下のものがある。 副作用としては、ショック、溶血性貧血、無下流球症、急性腎不全等の重篤な腎障害、痙攣等の神経症状、疑膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な、大腸炎、中毒性表皮へ死ゆ解消、出血性膀胱炎を稀に、発熱、発疹、腎麻疹、高酸球増多、下流球減少、血小板減少、貧血、AST 上昇、 血管痛、静脈炎がある。ベンジルペニシリンの血清濃度は、昔ながらの微生物学的測定法あるいはより、新しいクロマトグラフィー技術によって観察できる。こういった測定は、習慣的に高容量の薬剤を投与される患者において、中枢神経系毒性を避けるために有用であるが、この毒性は、尿中排泄速度の低下のために薬剤が濃縮されてしまう。 人障害の患者と特に関連がある。ありがとうございます。